ああいうのやめてくださいよ。思ったより早い到着、さすが女子くん。人の話聞いてます。って何です、その格好。さーて、今日も一丁やりますか。こうだ、よしよし、いい感じ。で、最後はこう、奇術の世界へようこそ。あ、いきなり開けてすいません。なんだこの人、顔真っ赤だし汗だくだし、つうかゲロってたし。大丈夫ですか、先生呼びます。大丈夫、ご心配なく。こんな時に効く飲み薬があるので。はあ、持病か、大変だな。人をたくさん描いて飲む。よし、治った。じゃあやりましょうか。あとはあれを、あの帽子動いてますけど、どこだっけ。あった、あとはこれとこれを。どうしたの。いえ、どうしよう。ご覧ください、中に何もありませんね。はい、空っぽっす。しかしこの布をかぶせると私の相棒が気づいたぞ、どうする。どうしたの。お腹が痛いので休みます。だって無理。気を取り直して、お次はお札切断マジック、パフパフ。というわけで千円札プリーズ。嫌ですよ、絶対絶対に切らないでくださいよ。さあ、後輩くんの大切なお小遣い、バッサリ切れたら大変。うおー、はい、見事に真っ二つ。おっと、ここからですよ。なんと封筒を開けてみると、あ、嘘でしょ、俺の千円は。なんと千円札は私の財布に移動していたのです。すごい、すごいよね。根性系だ。そうです、この華麗なマジック。鼻水出てますよ。題して、大ピンチ縛られちゃった可愛い先輩縛り。この絶体絶命的状況、果たして先輩は脱出できるのでしょうか。最後まで瞬きせずにご覧ください。それでは、ここまでなります。もう逆にすげえよ。あれってもしかして先輩だ。そして見るからに失敗済み。気づかれた。あれは私の助手です。あ、助手。おーい、助手。助手って何なんだよ。この人無駄に足が速い。先輩からは逃げられないのよ、助手くん。それじゃあ先輩の準備ができるまで適当につないで。部員勧誘中なの。いやですよ、俺手品とか知らないし。なんでもいいから。なんでもって、ではペンを一瞬で消します。ペンを素早く内側に曲げて逆の手で一瞬隠すと。はい、消えました。おお、まあまあかな。さっきよりマシ。ちょうどアイテム。あ、ちょっと褒められた。でもなんかとてつもない嫉妬の視線を感じる。ということらしいので、鍵かけて布をかぶせます。もしかして意外といける。諦めた。なんだなんだ、どうしよう。とりあえず、どうした。オーダ先輩、生きてますか。私のピンチに気づくとは、さすが助手。なんで。